どうも、ハートブリッジパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆうたです。今日も YouTube 動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日はモーターコントロールエクササイズのクックヒップリフトっていうエクササイズをご紹介していきます。お尻の方とももの前側 の協調性をトレーニングするエクササイズですね。体幹部の安定とかにもつながってきますし、お尻のヒップアップにもつながってきますので、ぜひやってもらいたいなと思うんですけども、まず一回仰向けに寝ていきます。そして腰を床にペタッとぶっつけた状態にしていただいて、足幅は肩幅です。そしてこの状態からかかと立ち、つま先をちょっと上げてもらったら、左足をぐっとご自身の方に引き寄せます。そしてその膝を両手でぐっと押し返してください。この押し返す方ですね、手と足でこう拮抗させてもらって、この部分の力が少し入るような感じです。でもあまりずっと思いっきり押しすぎるとあまり良くないので、軽く拮抗させる感じですね。はい、で腰をしっかり床につけたままで、この状態からお尻を上げていきます。この状態で3秒間キープ、そして逆も3秒間キープ。はい、この動きを、今日は交互にやっていきたいと思います。はい、それでは、ゆっくりと寝てもらって、腰を床にキュッとつけてみましょう。ではその状態からかかと立ちになってもらって、左足を上げていきます。両手で膝を押し返し、拮抗させた状態で、右足の力で押して地面を押して体を動かそう。お尻の筋肉を使ってみます。1、2、3、戻して逆足に変えましょう。2、2、3、はい、逆足です。3、2、3、はい、逆足です。4、2、3、はい、逆足です。5、2、3、はい、逆足です。ラスト6、2、3、はい、 OK です。いかがでしたでしょうか。結構瞬時にグッと持ち上げて、体のバランスが崩れないようにすることってとても重要です。はい、ぜひ、やってみてください。では今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。